2015年平成27年9月ウラジオストックの旅その2地図ナンバー5旧杉浦商店明治35年発行のウラジオ案内にこの杉浦商店の写真が日本人一等賞杉浦商店と掲載されている。この写真の建物は2階建てだが今は3階建てに増築されている。シベリア出兵の日本軍がウラジオストクから撤退した1922年頃までの日本人街を記した地図を見ればこの杉浦商店の並びには朝鮮銀行、大倉商事、林海藻店、倉岡商店、梅田商店、菅沼八郎商店、森商店が並び森商店の奥には森旅館があった。当時はウラジオストックの主要な幹線道にはどの道も日本人商店がひしめくように並んでいる。ウラジオから日本軍撤兵後は革命派がウラジオストックを支配しソ連化とともに日本人はウラジオストックから離れた。その頃のウラジオストックのことはリラの花と戦争豊泉米子著を読めばよくわかる。帰国後この本を知り電子書籍で購入し読んだ。米子は9歳でウラジオストックの叔母のもとに来てその後この地で過ごしウラジオ本願寺最後の住職の妻となる。そして革命を経て激変するウラジオストックで子供を産みスターリンの大粛清の悲劇に巻き込まれながらもウラジオで過ごす。しかし日本が1936年昭和11年11月25日日独防共協定調印後日本人男性は拘留され外交官を除き全員退去命令が出る。昭和12年日本女性子供たちは夫を残し日本へ帰国した。豊泉米子は生涯を日露親善に捧げ2009年平成21年96歳で亡くなった。地図ナンバー6旧朝鮮銀行日本総領事館の向かい角に地図ナンバー6旧朝鮮銀行がある。この朝鮮銀行が函館日露交流史研究会のウラジオ訪問記では旧電備商会と明記され祖父が働いていたというお孫さんがその領事館の反対側の角に元電備商会の建物があったと紹介されていた。旧朝鮮銀行なのかそれとも旧電備商会なのか函館日露交流史研究会にメールで問い合わせたら以下の返信をいただいた。電備商会の建物であったことは複数のウラジオストック郷土史研究者の方から説明を受けており間違いはないはずです。ただしロシア革命の影響で電備商会の経営は行き詰まります。そのため手放した可能性はあると思います。したがって1918年以降は朝鮮銀行として使われたとしても不思議ではありません。なるほど。この建物はもともと電費商会のものだったが1918年大正7年から1930年昭和5年まで朝鮮銀行として使われていたのだと思う。確かなことはわからないが一つの建物が元電備商会旧朝鮮銀行と紹介されているその理由がわかった。朝鮮銀行ウラジオ支店は日本軍のシベリア出兵でウラジオ派遣軍との間で積極的に業務を行い日本軍撤退後も継続して業務を営み1930年には朝鮮銀行全体の 10% の利益を生むまでになっていた。しかしその年の暮れソビエト政権の監査によって密貿易
違法為替操作を指摘され、閉鎖となった。地図ナンバー7、旧稲尾商店、堀江商店、太田商店、荒れ塚屋通り、シベリア鉄道線路のそばに、地図ナンバー7の写真で見ていた昔も今も同じ外観の旧稲尾、堀江、太田商店跡の建物があった。1922年、大正11年、当時はこの通りの両側とも日本人商店、企業がずらっと並んでいる。日本人町で一番繁盛していたのは、この建物から斜めに伸びる、カソイ・ペレウローク通り、現モルドフェツバ通りとのこと。堀江商店を設立した堀江直蔵、去年72歳は、1892年、明治25年、働いていた西沢商店の店主と一緒に、22歳で裏城に渡り、西沢商店を、その頃裏城で11軒しかなかった、ロシアでの格付けの二等商店にした。日露戦争で一旦帰国、再渡航後には、自ら事業を立ち上げるとともに、ブラジオ日本人社会の中心的役割を果たすようになる。赤レンガ造りの建物は、現在極東大学の所有となっているそうだ。建物には、19世紀末から20世紀初頭、この建物内で当時の日本の有力な商業団体であった堀江商店、瀬能商店、太田商店が営業との日露両言語での説明プレートがあった。ナンバー8、旧横浜証券銀行、今は国立アルセニエフ博物館。1918年、大正7年、日本軍シベリア出兵に合わせて支店を開設。1922年、大正11年、日本軍撤兵の2年後、大正13年に閉鎖、ハルピンに移管している。現在は探検家の名を冠した国立アルセニエフ博物館になっている。博物館でまず目に入ったのは、黒澤明監督、映画デルス・ウザーラでおなじみのアムール・トラの剥製。ニコライ皇帝のコーナーや昔の写真もあったが、説明がロシア語だけなので何も分からず。日本コーナーには日本人の写真は数多く展示されていたが、写真の古さは感じるが、ロシア語の説明で皆目分からず。写真を撮って日本で調べたら、1891年、明治24年、函館での宣教師と日本人、日本赤十字社から派遣されたウラジオストックで働く医者と看護婦さんたち、日露戦争での捕虜となったロシアの将校と日本の将校、ほか日本人関連の写真が多数展示されていた。1994年、平成6年、豊泉米子、82歳がウラジオストック解放後4度目の再訪時、この博物館に入り、日本人コーナーを見たら、遊郭で働く女たちの写真ばっかりだったそうで、その時同伴していたハルピン物語、それはウラジオストックから始まったの著者、杉山智子と一緒に博物館の館長に頼み、資料を提供して3年かけて充実した展示となったとある。せっかく日本関連の展示をするなら、日本語の説明も併記してもらいたい。地図ナンバー9、旧商船組、ウラジオストック駅横の古戦橋を渡り、客船ターミナルから下に降りてオキアンスキー通りを歩いた。当然だが、地図と同じ場所である引っ込み線と引っ込み線の間に写真と同じ感じの建物があった。昔の建物の写真では窓が1階2階にそれぞれ4つだが、今は4階建てでそれぞれの階に窓は7つ、横にも窓3つ分長くなっているが、1、2階のデザインは窓の形を含めて全く同じ。
ウラジオ布教所の建物増築もそうだったが、お見事という出来栄えだ。新しく増築した3、4階は窓の形は違うが、全体として統一感はある。耐震問題もないのか、元の建物が潰しに惜しい立派なゆえか、うまく増築改修して見た目新築ビルに変わらず、商船組は1919年、大正8年、近藤重次によって創立とある。1919年といえば、ロシア革命が起きて2年が経ち、シベリア出兵の1年後でもある。極東では各地で赤軍対白軍の権力闘争の渦中であり、日本軍のシベリア出兵後のウラジオの近未来はどうなるのか。そんな時期に旗揚げした商船組は、やはり時代に翻弄され、ソ連化後の商売は苦難の連続だったようだ。ウラジオストクの商船組は、ソビエト連邦の中に存在する唯一の日本企業になったが、1937年4月に閉鎖されたとある。大阪自治新報1933年6月29日、昭和8年の記事に、ソビエト連邦政府への抗議の「ウラジオの砲船圧迫いよいよ激化す」という記事がある。近藤重次は、困難極まる時代に恐れず果敢に挑戦し、その時々にベストを尽くした人間だった。地図ナンバー10、旧ウラジオ日報編集部。当時の建物の写真がはっきりしていないので、地図の説明通り、オキアンスキー通りとセメノフスキー通りの交差点角にある建物が当時のままなのかわからない。この建物内にウラジオ日報編集部があったのだろう。第1号は1917年、大正6年12月9日とある。その年2月10月と、ロシア中心部で革命が起こり、ウラジオ在留日本人の誰もがその後の情勢に関心があったはずだ。1931年、昭和6年まで発行されていた。やはり日本軍シベリア撤兵以後、石化したソ連での暮らしは日本人にとって難しくなり、在留邦人も急速に減少した。